ここに涼しく楽しめるスポットがあると聞いて鈴江さんやってきたんですけれども、はい、暑い、すっごい暑いです。じゃあ今日はですね、はい、そんな暑いデンパークを涼しく過ごせるスポットをご紹介いたします。どっち、どっち、早く早く、もう帰ってきた。じゃああっちから行きましょう。わかりました。はい、よし、レッツゴー、レッツゴー。涼を求めて訪れたのは安城産業文化公園デンパーク。花と緑あふれる公園で、名前の通りデンマークに行った気分になれる風景や、さまざまな体験教室が楽しめます。今年25周年を迎え、園内を走るメルヘン号も一新、ディーゼル車から 100% 電気自動車に生まれ変わるなど、常に進化しているテーマパークなんです。そんなデンパークでは9月まで、さまざまな水遊びが楽しめるサマーフェスティバルを開催中。まず初めのおすすめスポットはこちら、ジャブジャブ池です。ジャブジャブ池、すごい、なんか子供たちすごく楽しそうに遊んでる。小さなお子様でも安心して楽しめる水遊び場を作ってます。デンパークの中心にあるジャブジャブ池、膝下ほどの深さの池で子供たちが楽しそうに水遊び中。ちょっと待ってください、はい、あの池の向こう、なんかいますよね。そう、このジャブジャブ池、ただの池ではないんです。子供たちが水鉄砲片手に勢いよく水をかける先には、なんと恐竜。リアルなディロフォサウルスが吐き出す水のシャワーに涼しさもひとしお。ということで水木さんも、キュキュ、え、すごい迫力満点なんだけど。恐竜、カメラ濡れるから気をつけて、カメラ濡れるから気をつけて。他にもミストを噴射する恐竜エアーや、大量の水を発射するスプラッシュキャノンなど、池に入らなくても楽しめる水遊びが多数設けられています。さらにアクアチューブやパドルボートといった水上アクティビティも充実、時間を忘れて夢中になれちゃいます。水遊びでお腹が空いたら、こんなスポットもおすすめ。それが、おー、すごい、見て、それそうめん、はい、え、本当に竹じゃないですか。竹風です。竹風。はい、あ、本当だ、竹風だ、はい、あ、すごい。デンパークでは夏の風物詩流しそうめん体験を期間限定で実施中。家族グループ単位で1レーン貸し切ることができるので、安心して流しそうめんを満喫できます。この体験では安城特産泉手延べそうめんを堪能することができるんです。今回は特別に施設スタッフの方にお手伝いいただき、早速流しそうめん体験スタート。来ました、来た、来た、来た、はい、キャーチ、キャーチ、キャーチ。あー、結構火、よいしょー、いいですよ、いいですよ、これでお水、すごい、わ、もう持った感じで分かる弾力、すごい。よし、じゃあこれをつけて、そうめん、おいしい。ものすごく冷え冷えなんですけど、でももちもちっとしてて、おいしいです。そう、乾麺じゃなくてこれ半生麺なんですので、もちっとしたような食感になりますので。やっぱり夏はそうめんですけど、この流しそうめんで味わうそうめんはまた格別ですね。他にも地元の名産にこだわったひんやりグルメが充実。例えばこちらの具沢山な冷製パスタ、地元で採れた新鮮な水菜やトマトに、ハムはここデンパークで製造したものを使用。もちもちのパスタに野菜の旨味がよく絡み、さっぱりとした味わいの一品です。さらに暑さを吹き飛ばすかき氷まで。こちらはイチジクをまるっと一つ使用したボリューム満点のかき氷。
しい。氷のふわふわ感とこのフローズンイチジクのシャリシャリ感が最高。冷え冷え、わ、イチジクのいい香りしますし、またね、上品なイチジクの甘みで大人のかき氷。水遊びやグルメだけでなく、雨の日も楽しめる花の演出など、自然の美しさに視覚的にも涼を感じられるデンパーク。